・カイドウ・ジャンキーズバトル・道ジャンキーズバトルとは6人のスロットジャンキーたちが全6戦の純粋な終始のみで優勝を競うシビアな争い2戦まで終えての総合順位吉宗で3,500枚を叩き出した新之助が堂々のトップにそして最下位ラッシーは痛恨の2連敗 残りのバトラーは団子状態でしんのすけについていく形となったが最終戦となる同一ホール3連戦抜け出すものは現れるのかそして今回実戦に密着するのはこの2人ハーデスの設定録をつかみながらも結果が残せずくすぶっている嵐そうですねだからやっぱ結果が出ないことに関して。 まあ、例えばハーデスの6をせっかく打てたのに、まあ、大敗したということで、まあ、結果だけ見ちゃうと焦りとか不安とか震えとか絶望とか苦悶とか、まあ、いろんな感情湧いてきますけど、まあ、内容としては良かったと思いますし、まあ、これが後半に対するためになってくると信じて、まあ、別に全然まだ焦りもないですし今回はいけそうな気がするという,ふうに思ってます。 そうですねあのー、今までというか、1戦目、2戦目とかは、まあ、どちらかというと、角付近が強いのかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、過去2戦を振り返ると、まあ、真ん中付近の台が結構出てるのかなっていうような印象があったので、あのー、今回も多分朝一からハーデスは打つんですけど、まあ、本来であれば、円出見ながら結構、カニ歩いてっていう打ち方をしようと思ってるんですが、まあ、朝一の挙動が満足いけば、その真ん中付近の台でちょっとべったり打って、 まあ、設定ンパしながら粘っていこうかなと思ってまやっぱりその結果にはこだわらないと言いつつもやっぱりこの企画っていうのは優勝しなければ意味がない企画だと思ってますんで、まあ、最後まで1位を見据えた選択、まあ、立ち回りをしていければなと思ってますそして納得のいく内容で全シーズン、全シーズン全、まあ、線戦えればいいかなと。 思っておりますなんで笑ってんすか、なんだ、負け犬だと思ってバカにしてんのか、あの、いるんですよ、ディレクター的な人が、結構俺を見る目が常に小ばかにしてるんですね、こういつ、パツロヘタのくせに、まあ、ようなんかうまいこと言うなみたいな、今もそういう表情でずっと話聞いてたんで、見返してやりたいですね、優勝して、俺だってやるときはやるぞっていう、頑張ります、今回は。 なめられるのは今シーズンが最後周囲を見返すことはできるのか続いては優勝候補に上がりながらも前シーズンは納得のいかない結果に終わった突破地前回のシーズンはですねなんと嵐君の次に <laughs> したという <laughs> なんかジャンパトだと。 自分は、うん、トップクラスみたいな、ね、位置につけているから、まあ、自分の中ではだめ、うん、な立ち回りですね、うん、でも今回、3回目でしょで、第1戦、第2戦を打ち終えて、まあ、ホールの攻略の糸口というか、そういうのはちょっと分かってきたんで。うん 1> 第一戦第二戦ともいろいろいろんな台打ってまあほとんど正置きというか空き台とかも見てもデータ的にこれは正置きだなっていう台が多かったんでまあ正置き台狙いのがいいんじゃないかとズバリ正置き狙いただ一人高設定正置き狙いに着目した突破地混戦で失いかけた自信と誇りを 取り戻せるのかそして今回が同一ホール3連戦の最終節果たしてこのアビバ館内展でドラマは生まれるのか